囲われた謎の巨大生物は新宿へと向かっています。ご覧ください、巨大なトカゲ、いや恐竜です。とんでもない蒸気です。着替え基地はまるでサウナのようです。巨大生物を放つ光線により今こちらを向こうとしています。脅威は不可能。防衛庁は一時撤退し、現在緊急の対策本部を設置中です。米軍の協力のもと懸命な防衛活動を続けていますが、依然巨大生物の進行を予期することはできておりません。現在私に届いた報告によりますと、東京都内の市民の避難が完了したということです。誠に遺憾ではありますが、現時刻をもって東京を放棄いたします。東京の放棄を余儀なくされ申し訳ありませんでした。責任は私が全て負う。今は国民の命を守ることだけを優先してくれ。全力を尽くします。生物学の権威に怪物の分析を依頼しています。山根博士、あの生物ガラテイア呼称 G について分かったことはありますか？ G は鋼鉄を溶かすほどの熱線を口から発し、ミサイルに耐える皮膚を有しています。突然変異、あるいは人工的に作られた可能性もあります。私が知りたいのは殺す方法だ。この生物に天敵はいないのか？天敵がいるとすれば我々人類ではないでしょうか？我々人類が天敵ならとっくに奴の息の根を止めている。 G が間もなく新宿付近を通過します。何ですかそれは？神の杖は宇宙から超高速で物体を落下させ、その衝撃でターゲットを破壊する衛星兵器だ。その威力は戦略核に匹敵すると言われている。そんな兵器を出すなんて米軍も本気ですね。この兵器なら G に対抗できる。使用の際には周囲の障害物がないことが条件です。また着弾後は周囲2キロが衝撃波に巻き込まれるため、付近にいる者への速やかな撤退を求めています。新宿区で障害物のないところといえばここしかない。
新宿御苑での使用許可を。総理へ。神の杖の使用を許可する。一番近くにいる歩兵と戦車を G の誘導に向かわせろ。了解しました。どんな生物でも目は弱点です。たとえ小さな傷でも激しい痛みを与えられます。わかりました。神の杖作戦を開始する。了解、直ちに向かいます。聞いたか、俺たちが怪獣を誘導する。行くぞ。了解。射出ポイントから離れていきます。ここまで来て時間がない。新しい誘導部隊の編成を急げ。了解しました。新宿区の全ての音声発信をオンにしろ。あの生物を新宿御苑の中心まで誘導してほしい。新型兵器の使用まで時間が残されていない。追加東方幕僚長の馬場だ。あの生物を新宿御苑の中心まで誘導してほしい。こちら第31普通科連隊所属宝の海に通り機器。私がやる。よし。 G 新宿御苑に向かっています。誘導してくれているのか。この後どうすれば。神の杖は車線上に来ます。カウントダウンがすでに始まっています。8、7、6、5、誘導してくれた隊員は4、3、2、1、発射。
まさか。し、依然現在全く聞いていません。バカだ。信じられない。代表が外国閣で追われているならまだしも。2発目来ます。殺せ。お手上げです。我々はあの生物の天敵ではなかったようだ。総理、仕方がない、彼らに出てもらおう。彼らとは？何者だ？ただいまをもって全ての指揮系統を総度に譲渡してもらいます。なんだこの連中は。総理、一体どういうことです？彼らは世界でも一部の者にしか知られていない存在。申し遅れました。私は川北、地球防衛組織総度のエージェントを務めている者です。総度？聞いたことがない。総度は来るべき地球外知的生命体の襲来に対抗するために作られた組織です。地球外生命体？そんな、まさか。貴様らに何ができる？その辺にしとけ。あなたたちはあの生物を倒すことができるんですか？我々はあくまでサポートでしかありません。サポート？何のサポートだ？ご覧になれば分かります。幕僚長、上空に青光が。巨人。